ウィンチェスター M1907 はアメリカ合衆国で設計された半自動小銃である。グローバック方式でウィンチェスターリピーティングアームズが1906年から1958年まで製造した。中間威力の弾薬を用い着脱式箱型弾倉によって球弾される。弾倉は5連発、10連発、15連発のものがあった。 その大きさや銃としての性質は後に開発される M1 カービンとも類似していたが M1907 はより重く威力も高かった。ウィンチェスター社ではセンターファイア方式の351ウィンチェスターセルフローディング弾を用いるモデルのみ製造した。351SL 弾は M1907 以外では使用されない専用弾だったので銃自体もしばしば 351と通称された。もともとは、狩猟やスポーツに用いる民生用ライフルとして販売されていたが、アメリカの法執行機関によって広く採用されたことでも知られる。また、特徴の類似から第二次世界大戦後に普及する概念であるアサルトライフルの先駆者とみなされることもある。M1907 の断面図 T.C. ジョンソンは1885年以来、 ウィンチェスターリピーティングアームズに雇用されており、1900年代が始まる頃にはブローバック方式の半自動小銃の開発に携わっていた。1903年、ジョンソンはウィンチェスターエーム1903を設計する。これはチューブ型弾倉を備え、リムファイア方式の22ウィンチェスターオートマチック弾を使用する半自動小銃だった。 1905年には M1903 を発展させた M1905 が発表された。M1905 の基本的な構造は M1903 と同様だったが、使用弾はセンターファイア方式の32ウィンチェスターセルフローディング弾あるいは35ウィンチェスターセルフローディング弾で球弾は5連発または10連発の着脱式箱型弾倉から行われた。 設計自体は先進的で法執行機関などからも注目されていたが M1905 が使用する 32SL 弾と 35SL 弾はいずれも威力が低く鹿打ちなどにも適さないとして商業的な成功は収められなかった。ジョンソンは M1905 と 35SL 弾をもとにより高威力な銃弾とそれを用いる自動小銃の設計に着手し、 1907年に発表されたのが M1907 と351ウィンチェスターセルフローディング弾だった。標準的なプレーンフィニッシュモデルのほか、セミピストルグリップ付き重傷を備えて木部にチェッカリングが施されたファンシーフィニッシュモデルが販売されていた。1907年の発表時、プレーンフィニッシュモデルは28ドルで販売されていた。 これは2016年時点の730ドルに相当する。M1907 は第二次世界大戦前に製造された前期型と戦後に製造された後期型に対別することができる。前期型はおよそ3万兆、後期型はおよそ2万8500兆が製造されたと言われている。後期型では製品名が M07 へと改められた。前期型では 木部のひび割れが頻発していたため、後期型ではより厚い木材を用いて強度が確保されていた。マガジンリリースレバーも大型で滑り止めの溝が設けられたものへと変更された。断層も設計が改められ、より硬く保持されるようになった。前期型では、重心下のコッキングハンドルの先端には円盤型のキャップが取り付けられていたが、 後期型では指をかけやすいように湾曲したキャップに変更されている。バットプレートもプラスチックから金属製へと変更されたほか、分解ネジの戻り止めの廃止、スリングスイベルの追加も行われた。第一次世界大戦中の1917年、軍用モデルとして M1907-17 が設計された。650発、フンでのフルオート射撃が可能で、 15連発ないし20連発の断層が付属した。重心は標準的なものよりも太くフロントサイトが設けられていない。この重心に着剣装置とフロントサイトが設けられたネジ止め式のバレルスリーブを別途取り付けることができた。着剣装置にはスプリングフィールド M1892 用銃剣を着剣することができた。1935年 在庫として残っていた M1907、17をもとに、たポリスモデルの販売が始まったが、1937年には、カタログから削除された。後期型 M07 のバリエーションとしてもポリスモデルが販売されており、ミリタリーモデルと同様に太い重心とバレルスリーブが取り付けられていた。この際に使われた部品は、第一次世界大戦中に、 フランス軍の発注に基づき製造されたものの、急戦による発注取り消しを受け、以後在庫として残されていたものだった。M07 ポリスモデルはこれらの部品が枯渇するまで製造された。ポリスモデルには5連発と10連発の弾層が一つずつ付属した。リアサイトは調整可能なものからシンプルな V 字型のものに改められており、複雑な射程調整は行えないものの、 左右調整は可能だった。付属する革製スリングは M1 ガーランド小銃用のものとほぼ同一である。1935年に発表されたポリスモデルは M1907 のプレーンモデルを原型に太い重心やバレルスリーブといったミリタリーモデルとしての改造を加えた上重傷フォアグリップ、バットプレート、マガジンリリース、 コッキングハンドルのキャップなど細部に改良を加えたものである。このポリスモデルは1937年にカタログから削除されたが、改良点の大部分は後期型 M07 に取り入れられている。第二次世界大戦後、M07 のプレーンモデルが警察組織で広く使用されたこともあり、ポリスモデルという言葉はしばしば混乱を招くものの、ミリタリーモデルに由来する太い重心や、 バレルスリーブの有無によって区別することができる。M1907 の基本設計は1901年8月27日に取得されたアメリカ合衆国特許第68万1481号に基づいており、同特許はウィンチェスター社がジョンソン技師から譲渡されたものである。もともと同特許はリムファイヤ式の M1903 ライフルの設計を 保護する目的で取得されたものだが、後にセンターファイヤー式の M1905、M1907、M1910 ライフルの設計にも利用された。1915年10月、フランス政府は、ウィンチェスター社から300丁の M1907 を購入し、間もなくして2500丁の追加発注を行った。また、専用の351エゼル弾は、 1917年までに150万発以上を購入している。1917年と1918年には合計して2200丁の M1907 を購入した。工場の記録によれば、これらのライフルにはフルオート射撃機能が追加されていたほか、リーネビー小銃用の銃剣が着剣できるようになっていた。1916年11月1日付の ウィンチェスター社内報告によれば、イギリス陸軍航空隊向けの装備として、1914年12月から1916年4月にかけて、イギリスのロンドン造兵省に当てて120兆の M1907 と78000発の 351SL 弾を送ったとされる。これらのライフルは、航空機内で取り扱いやすいように改造され、後部座席に座る偵察員らに、 配備されていた。ウィンチェスター社の記録によれば、ロシア帝国政府は1916年5月に500丁の M1907 と150万発の 351SL 弾を JP モルガン社を通じて購入している。工場の記録によれば、アメリカ陸軍信号隊航空部第一飛行隊向けに19丁の M1907 と9000発の 351SL 弾を出荷している。これらのライフル及び弾薬はニューメキシコ州コロンバスに送られ、ジョンパーシング将軍指揮下のパンチヨビリアエンの支援任務に従事した航空機上院らに配備されたと言われている。1908年に発表されたレミントンアームズ製のレミントン M8 と並び M1907 は アメリカの法執行機関が本格的に採用した最初の半自動小銃の一つだった。その生産機関を通じて、とりわけ犯罪増加を受けて、警察組織の銃器刷新が図られた1930年代には、M1907 はアメリカ国内の法執行機関からの人気が高いライフルだった。連邦捜査局では1933年に起こった、 カンザスシティの虐殺を受けて M1907 を購入した。国境警備隊では1920年代末から1930年代にかけて配備が行われていた。15連発断層は法執行機関向けに設計されたオプションだったが、大抵は標準的な5連発断層がそのまま使用されていた。法執行機関が配備した M1907 の 大部分は後にトンプソンサブマシンガンで更新された。しかし、一部の警察組織では1980年代まで使用されていたという。また、刑務官の警備、暴動対策用火器としてもミニ14が普及する1980年代まで使用されていた。ありがとうございます。